今日はみんなのグローブ紹介をしていくので、まあ、今シーズン使うみんなのグローブをぜひ見てください。それではみんなのグローブ見てください。上田隆也です。グローブは今年は11年目に入ります。ついにこいつも、そして私も11年目で共に頑張ってきたんで、今年もこいつと一緒に戦っていきたいと思います。こんにちは、松本サンタです。グローブは、まあ、去年と同様五海山の桜グローブを使わせていただいてます。すごく取りやすいのでおすすめです。高野光平です。グローブはこんなグローブです。トップ A っていうところのやつなんですけど、まあそんなにプレゼントしてもらったもんなんで、特に僕がこだわったところはありません。まあ、これで頑張っていきたいと思います。山内貴弘です。今年の僕のグローブは去年とは違うグローブになりました。メーカーは変わらず水のプロです。で、初の試みで背番号を刺繍してみました。であとは特に刺繍ないんですけど、まあ、黄色と赤、まあ、僕が好きな色なんで、で、まあ、こだわりは一つ芯を固めに作ってます。あんまりパカパカなるミット好きじゃないんで、まあ、芯はもう折れてきたらすぐ交換するのが僕のこだわりです。以上です。西浦徹です。今年使うグローブは水プロのファーストミットです。こだわりは特にないんですけど、まあシンプルなのを選びました。向井勝です。僕が使ってるグローブは水のプロのこのグローブになります。これは高校からまあ使ってて、まあ、いきなりキャッチャーになって、でまたサードになったんでこのグローブ使ってます。こだわりは特にないんですけど、まあそこまで柔らかくなく、ちょっと形をしっかりめに作ってます。以上です。小原浩太です。グローブは去年と変わらず年季の入った感じのやつです。以上。はい、大阪桃城岡崎健人です。今年使うグローブは去年ジャパン行って作っていただいた水野のグローブです。特にポイントとかないですけど、まあ一応中に嫁さんの名前と子供の名前を入れてる感じですね。まあ、一応自分の名前もちゃんと入れてるんで、こうポイントっす。以上です。大阪桃次郎背番号23吉永文太です。今年使うグローブはこの宇根選手が日本代表でもらったこのグローブを今年は僕は使っていきたいと思ってます。よろしくお願いします。背番号27番中村翔太です。今年使うグローブは去年に引き続きこのオーダーグローブです。この慶心高校山崎監督からいただいた言葉をこう見ながら頑張っていきます。お願いします。南村海斗です。僕が使っているグローブは水野のグローバルエリートの外野手用です。なんやろ、まあ、結構使い込んでるんでいい感じに取れます。終わり。大阪桃次郎背番号52番宇根良衣です。僕が使うグローブは今年はこの桜グローブっていうのを使おうと思ってます。デザインはこう色とかはこう桃次郎黒とかユニフォーム使いますし、まあ、桃次郎の桃ってまあピンクってイメージがあったんで、ちょっとデザインをこんな感じにしました。終わり。 OK。 須藤です。グローブ紹介ということで、私が使ってるのはウィルソンのファーストミットですね。私ポジションファーストなので、これ使っております。これ一応、父親から
いただいたもので大事なものなんですけどね、このグローブに変わってからエラーが倍増しましたけども、まあ、それはグローブのせいだと私は全然ことですね。今年こそはノーエラーを目指していいグローブだよと言えるように努力していきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、背番号61番古賀大輔です。今年僕が使うグローブはこちらの水野プロのグローブになります。で、去年1年間サンタとキャッチボールしてたんで、もう紐がえぐれて、今年ちょっと紐全交換のメンテナンスを行いました。で、刺繍なんですけど、これ前にもやったけど見えるかな、多機力、これは高校の時の野球部の監督がめっちゃ大事にしてた言葉で、それを未だに自分はグローブの支柱に入れています。肩はこんな感じ、2本目と3本目の間ぐらいでキャッチ。今年はこのグローブでノーエラー目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。背番号99番バンビーです。私の使ってる今シーズンのグローブ、ウィルソンですね。前撮ったのと一緒なんですけど、 A2K モデル、ソト選手メジャーリーグのモデルのグローブとなってます。で、こちら海外から取り寄せたやつなんで、日本には多分ほとんどないんじゃないかなと思いますね。こんな感じです。よく開くし、ウィルソンなんで、この指先はみ出し2本なんで、指先も結構強めにできてます。で、ウィルソン自体グローブ軽いんですごく使いやすいと思います。初心者にもおすすめしてます。以上です、グローブ紹介で。